ました、はいはい、というわけで今回は釣り用のスポットやってみようかなと。そうですね、100均なのにちゃんとね、この浮きとか針がついてる。そうですね、というわけで、ね、これでも釣れるのかっていうことですね。はい、これはもともと100均の付属品ですね。っていうか問題はこの下まで足りるのかどうか、うん、ああなるほど。お、届くのは届くかな。しんどくないですか。ちょっとしんどいかもしれないですね。だから、うん、やっぱり長さどうなんかな、うん、まあ今道塩でどうしてもしんどい、うんね、何メートルぐらいあるこれ。5メートルぐらいある。5メーターぐらいはあるでしょうね、うん、はい、着きましたね、これで。で、これではい、ちょっとこれでします、はい、はい、そうですね、こちら竹竿の方はこれでセッティングが一応完了です、はい。100均で普通にこのイカ釣り用のルアー的なやつ、これ何？エギスパート、なんかちょっとかけてる感じだね。エギスパートとエギをかけてエギスパートみたいな。そうね、これ100円なんですよね。でこれを使ってこの海で、うん、まあ、どことか言えないですけど、はい、ちょっとやってみようかなと。そうですね、はい、やってみましょう。 This is エギスパート、うん、そうです。まずなんか見た目がすごいしっかりしてるのかなと。これでちょっと、はい、行っちゃおうかな、うん、先に折れてる、はいはいはい、うん、僕はあんま詳しくないですけど上下運動で軽くやったらいけるんじゃないかと。でも今シーズンはあのアオリイカがなかなか釣れないっていうのがあって、あ、まあ、その理由がまあ西日本豪雨で、あ、大量のあのね、真水というかそのね、流れ込んだ感じになる。だからちょっと塩分濃度が低いのではないかなっていう感じで。なるほど、ね、でも意外と面白いかもしれないですね、釣り、うん、海釣りやっぱいいかもしれないですね。なんかね、時間が結構必要ですよね。じゃあまあ次行ってみますかね。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。